ンクだよ、みんな。ほら、帽子もピンク、ここもピンクもあるし。これを当然どうするん、じゃあテントの中入れとく。お腹空いてね。お腹空いて、ちょっと待ち。とんかつがあるじゃん、うん、とんかつを慣れてから押した方が待ってね。おい、よいしょ。お、よっしゃ。じゃあご飯準備しよう。まず、うん、今日の父ちゃんのお酒はこれ、はい、ワイルドテツネ。なんて書いてある？プダ、ワイルドプダ。はい、これは今日はツネの分。これ何なん？あとは、これはお肉。お肉です。後で焼こうと思ったお肉。お肉どうやって焼くん？あ、これで焼くん？フライパンで。そうそう、フライパンで後で焼こうかなと。で、あとは次が、え、なんと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 、キャラメルちゃんの大好きなお刺身盛り合わせ。イエーイ、出てる。だけどエビがないけど、イエーイ。まあエビがなかったね。エビはなかった。だてろね、だてろね、これがいい。だてろ、これがあれば出る。もう美味しいよそれ。あとはない。あとは出るとこ。あとはこれです。おでん、セブンイレブンで買ったおでん。これがご飯だね今日。お米炊く？お米欲しい。お米欲しい。お米欲しいか。じゃあちょっとやろうか。あと、さっきキャラメルちゃんが飲んでたジュース、これこれね、名前がわからないけどね、これとっても美味しいよ。父ちゃんが大好きなの。すごい、ここも見えるから、みんなほら、王冠がここにある。見える？はい、ここに書いてある。とても綺麗で美味しいジュース。飲み物。こちらのふわふわの手袋。開けてくれる？うん、まだ？うん。はい。よいしょ。父ちゃん、なんだ？あ、ごめん。よいしょ。なんだ、なくさってたよ。まず上着も持ってきて。はい。はい。すごい、すごい、すごい。あとこれご飯を炊くやつね。はい、今日お米ある？今日お米持ってきた。あ、お米あるんだ。米の中に入れる。こちらに置いとこうか。うん、こうだね。じゃあ、じゃっけ。もう、もうちょっと方にぶん投げるかと思った。よいしょ。しりとりやろ、父ちゃん。しりとり、で、しりとりはじめ、め、め、めだか、か、か、カラス、す、す、すいか、か、か、カラス、カラス、え、カラスさって言った？カラスさって言った。じゃあ、か、か、からし、からし、し、し、シナモンは音楽出てる。シカ、シカ、カ、カ、カメ、カメラ、はい、カメラ。これね、だ、だ、こ、ジャラメちゃん、ちょっと聞いてもいいかな。うん、これご飯やるの、うん、お米別に洗わんでいいじゃん。うん、洗わんでいいだろ。本当は洗うんだけど、まあええかなと思って。いいだろ、いつもとは違うやり方。いつもと違うやり方だけ、どういう感じになるんだろうな。感じになるかな。この前父ちゃんこれ見せたやつや。うん、動画で。あ、いや知っとるね。見たもん。こんぐらいでいい。こんなもん。こんなもんじゃない。もうちょっと入れとく。もうちょっと入れよう。よし、それをまず入れてください。こんな中に、うん、すごい。辛
れを水を、うん、何しようか。そのぐらいでいいんじゃない？それをどうする？何しようか。次入れてもらっちゃった。あのこのお水の、うん、この中に、ね、え、ちょっと？全部入れていい。じゃあちょっとずつね。ちょっと怖いもん。すごい。やられた？やられた父ちゃんに。父ちゃんにやられた。この海でいいかな。ちょっとここ斜めになってるけどね。まあいいや。まあ絵だよ、そうしようね。ちょっとこれで混ぜてもいい？お姉ちゃん、あんまりそういうことは気にせずに行こうね。気にせずにじゃねえよ。だって混ぜんにゃ。混ぜんでも大丈夫。ちょっとこれつけるね。あ、父ちゃん、父ちゃん、なかなか使うんだ。あ、ちちち、大丈夫？これ大丈夫？うん、大丈夫大丈夫。これで蓋をして、はい、持ちます。はい、これが消えるまで待ちましょう。はい、火が消えるまでね。その間にどうするの？じゃあその間に、うん、もちろんその下にある鉄のやつだって。あ、それそれ。それをフライパンにやる。まあ、これは後でもいいかなと思うんだよね。これなんだ？これはガス。あと必要なものを出しておくね。胡椒と醤油と、あとお塩。え、なんでこれは使うって分かったの？ん、いざというため。そうそう、いざという時にお肉焼いたら、父ちゃん胡椒が欲しいけ、胡椒も一応持ってるんだ。ああ、もうちょっと刺身出しだって用意してくれて。そうそう、はい、醤油もごし、この前ね、醤油もご紹介って言ったじゃん。そうだね、この醤油、みんな醤油ご紹介って。ああ、僕も焼かれたいな、ご飯みたいに。いいな、ご飯たちは。じゃあ、じゃあ、僕を焼くの？待ってよ。おでんは、今ここに置いとこうよ。うん、後でやるけどね。うん。で、フライパンもここに置いとこう。なんか、お米の匂いがするような。この匂い、まだせんじゃろ。なんか、匂いがする。お箸を取ろうか。お箸当てるね。せーの、オープン。父ちゃん、もう私だからオープンできない？父ちゃん、間違えたわ、そういえば。何を？さっきの入れ物ちょっと間違ったかもしれない、あのご飯入れるとき。まあ、ええか。まあ、細かいことは気にせずにやろうよ。ねえ、どうじゃ、細かいこともやらんじゃない。やらなきゃんときもあるね。やらんといてんじゃ、細かいのもやらなきゃちゃんと。わかりました。わかりました、やらない。もう間違って遅い。遅いね。もう遅い。お刺身？オープン！うまそう。おいしそうって思う。おいしそう。ねえ。あ、そうそう、あのね、今はあれなんです。ここは、水を断水っていうのをしようね。断水っていうのはお水がこんということ。なんか島のね、排水管かなんかが壊れたんだって。でけ、ここはトイレも使えんっていうことでしょ。ちょっとしか使えんかったよ。でけ、今日は手を洗ったりするのも持ってきた水じゃないとダメなんだって。で、多分その工事をまたするっていうことを言いよるのかな。でけ、大丈夫。どこで工事するの？ずっと向こうだって。でけ、もんちゃんは大丈夫。キャラメルちゃんは大丈夫。あー、キャラメルちゃんの中であれったなごめんなさい。はい、許します。はい、許してください。はい、許します。はい、許します。じゃあ、ちょっとお肉はこちらに置いといて。じゃあ、二人でいただきます。はい。じゃあ、せーの。いただきま す。これで持ってやった。最初これ食べろ。これ何？イカか。イカ、トイラ取ったよ、これ。イカ1個、イカ1本。イカからいこうか。じゃあ、え、なんでたっぷり？おいしい。味が強いね。いただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。じゃあ、父ちゃんお酒飲んでるか。ちょっといつもとは違うやつ。おいしい。普段ちょっともらってみよう。うん、うん、あとでそのままだ。どう？うん、おいしい。飲みやすい。キャラメルちゃんはまだ飲めんけどね。知っとるわ。
じゃあこれカンパチだった？あ、今知っとる。これこっちがカンパチかと思った。じゃあこれ取ろう。それ取っ、じゃあ父ちゃん、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 じゃあつけてたっぷり、うん、せーの、おいしい。新しいテントどう？うん、いい感じ。結構広いでしょ。これまでちっちゃい電気だったらこれ入れんかったよ。そうだね。じゃあ次はこれ、普通のマグロ。これそれ普通のマグロ。はい、取りました。はい、じゃあ父ちゃんも取りますよ。はい、はい、ではいただきますよ。あ、待って、せーの、うん、おいしい、うん、全部おいしいな。まだ下の段があるとおいしいとかわからんよ。いい香りがする。ん、いい香り、いい香りがする。ご飯の香り、うん、今のところおいしいのはこれかな。父ちゃん何でも美味しかった。こんなん入れて、これ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 なんだ。それはホタテかな。ホタテ食べる、ホタテももちゃん食べれる、うん、これどういう味なの。甘い味かな。せーの、柔らかい。ん、貝の味がする。そうそう、貝よ、これよう分かるね。それじゃあ爪楊枝で食べるか。それじゃあ爪楊枝ある？爪楊枝、父ちゃんも捨ててしまった。おうの、なんてことしてくれる。爪楊枝ちゃんのごめんなさい、なさい、一回。はい、ごめんなさい。はい。